はい、皆さんこんにちは、サーバーアークス宮沢です。今回なんですけど、突然ちょっとこの動画を撮ってるんですけど、社内でこう動画の話をちょっとしていた時に、よく考えたらディスプレイの話ってしてないよねっていうのをちょっと話題になったんで、こんな風に選ぶといいよみたいな感じで紹介していこうかなと思います。これがいいみたいな話ではなくて、モニター選ぶとこういう風にやってやるのがいいのかなっていうのをちょっと今日参考にしてもらえればいいかなと思っています。まずこういう今だとゲーミングモニターとか普通のモニターがいくつかあるんですけど、ゲーミングモニターと全てのモニター、いわゆる一般的なモニターの違いって何かっていうと、いわゆるレスポンスタイムが早いのとリフレッシュレートがかなり高いっていうのがあります。なんでゲームしてこう一瞬を競う、そういったものでなければ、普通に全てのモニターでは一般向けのもので全然十分だと思います。テレワークで仕事で使うとかだったら全然いいと思います。まあ、テレワークで家でも使うんだけど、やっぱゲームもしたいと、例えばゲーミング PC 持っててゲームやりたいとか、まあ、それこそ Apex とかですよね、ああいうのやったりとかするときに、やっぱリフレッシュレート高いやつでやった方がいいらしいんですよね。私そんな強くないので全然あれなんですけど、まあやっぱなんか100何十Hz 以上あった方が良かったりとかするっていう、やっぱよく言われるんですよね。だからそういった方で仕事でも使いた方がいいよねって方は、ゲーミングモニターなんかを選ぶのが良さそうかなと思っています。で、あとはデルさんを別になんか選んでも特に理由がないというか、私が割とこうデルのディスプレイ好きだっていうのが、結構デザインがシュッとしてて個人的には好きなんですよね。なんでちょっと今回は選んでるっていう、まあ、あと会社さんとかで使ってるとこ多いかなと思ったんで、ここ取り上げてみました。まず最初にお話しするのがサイズなんですよね。基本的にどれぐらいのサイズがいいのかっていうのを結構皆さん気になるんじゃないのかなと思います。私たちの会社では実はほとんど席に置いてあるデルのディスプレイが多いんですけど、基本的には24か27ですねを使ってますね。一応なんか今私に正面にあるディスプレイちょっと変えたばっかりですが、デルさんのディスプレイじゃなくて IO データさんのディスプレイなんですけど、もう一個今縦にして置いてるのがデルさんのディスプレイを使っています。ゲームしたかったんでちょっと IO データさんのやつ買っちゃったんですけど、メーカーはちょっと一旦置いといてっていう話なんですけど、一般的に一人用のテーブルで使うとかだったら多分24インチぐらいで全然十分だと思います。ちょっと大きくて今私そうなんですけど27インチぐらいでいいんじゃないのかなと思います。一応最適距離みたいなのがあるんですよね。目線からその画面までの距離で最適なもの、要は大きすぎると首を動かせないと画面全体が見渡せないんですよね。これゲームするときも同じなんですけど、結局画面全体に敵が落ちた時とかに目線だけで敵が追えれるのが一番いいんですよね。全体が見えてればその状況が把握できるんですよ。これ仕事もそうなんですよね。首を動かしたりとかすると疲れるし、どこにあるのかな探さなきゃいけなくなっちゃうんですけど、最適な大きさであれば目線で探すことができるんでかなり楽です。なので一般的には24から27ぐらいかなっていう気がします。ちょっとこれ雑なあれなんですけど、両手伸ばしてテーブルの端っこまで行くぐらい、ちょっと男性女性で手の長さが違うとかあるんですけど、手が届くぐらいの長さであれば多分24から27がちょうどいいかなって思います。もうちょっと奥行きがあって目線からちょっと距離があるのであれば、例えば27インチ以上だと28から32ぐらいのが良かったりしますね。逆に言うと手が届くぐらいのところで大きいディスプレイ使っちゃうと、さっきで首を動かさなきゃいけなくなっちゃったりするので、一概にダメとは言わないんですけど、ものによるかなという気がしますね。それこそゲーミングモニターで30インチとかで湾曲になってるものとかがあるんで、そういったものとかだとまたちょっと使い勝手が違ってくると思うんですけど、個人的には24から27が一番いいんじゃないのかなっていう気がします。ちなみに私はこの撮影する昨日まで24インチのディスプレイを使っていました。ゲームしたかったんで27インチのディスプレイに今正面のやつ変えちゃったっていうだけです。あともう一つが解像度ですね。ここに関してはもうマシンによって違ったりとか、あとそれこそドッキングステーションとか私使ってるんでこれ次第なんですけど、ここのスペックと必ず調整した方が良いかなと思います。その PC がどれぐらいの出力ができるのか、今これ 8K ってあるんですけど、 8K までディスプレイ出力できるのか、あるいは2枚挿した時に 4K2 枚いけないとかっていう場合とかもあるんですよね。っていうのとかを考慮して買うのがいいんじゃないのかなと思います。私個人的な意見ですけど、私はもうフル HD で割と十分だなと思っちゃう人なんで、フル HD2 枚でノートパソコン画面のフル HD1 枚とかで普通にやるのがいいのかなって思っています。例えばですけど、クラムシェルにして例えば Mac とかで閉じて外付けのキーボードとか使って1枚で作業するっていうのもありではあるんですよね。そういった場合とかだったら 4K の大きいディスプレイとかを置いとくとかっていうのがありかもしれないですね。それこそ Apple さんだったらその Apple 純正のディスプレイとかが、あ、もう売ってないのかな、あると思うんですけど、そういったものを使うとかが良かったをするかもしれないですね。なんでそこは PC のスペック、あるいはドッキングステーションのスペックをよく見てください。出力できるのに合わせて買いましょう。要は出力できないのに解像度が高いものを買ってもお金がちょっともったいなくなっちゃうので必ず見ましょう。私の場合ドッキングステーションが 4K 以上いけるんですけど、 4K にしちゃうとネットワークの出力が下がるとか、まあ、いろいろこう制約があるのでフル HD にしています。
では最後がポートですね。ポートに関しては基本的にそのパソコン何刺さるかをよく見た方がいいです。いわゆる一般的なノートパソコンの前提になっちゃうんですけど、ノートパソコンだったら大体今だったら HDMI か USB-C のどちらか必ずついてると思います。なのでこれ私個人的な主観なんですけど、とりあえず私だったら HDMI がまず刺さることを前提に選びます。なんでかというと HDMI から USB-C に変換する方法は変換のこと1000円ぐらいで買えるので最悪いいかなと。逆に USB-C で直でディスプレイつなげるものも今数は出てきてるんですけど、ちょっと値段が高かったりする可能性もあるので、値段とそこを合わせて買うのがいいかなと思います。あとは家のパソコンも使っているとか、私とかデスクトップも挿してるんですけど、そういったもののポートとかもチェックしておくといいかもしれないですね。デスクトップとかディスプレイポートにそのまま挿せたりとかするので、逆にとこのポートがどんなものがあるのか、1個だけなのかとか何種類もあるのかとかっていうのをチェックするといいかもしれないですね。といった形でスペック的なところはこんな感じになっています。ここからがデルさんの機種の、ね、私が今使っているの P24 っていう機種のだいぶ前のやつ使ってるんですけど、ちょっとこれの機種で見ていきましょうか。例えば P2421 っていうのをちょっと見るとこういうやつですね。 USB-C HDMI ディスプレイポートがついているので、 USB-C で直でディスプレイ出力できるのでかなり良さそうって感じですね。1本でつなぐことができるので出力できるよと。この USB-C 出力ができるタイプのディスプレイで気をつけてほしいのが、ここちょっとごめんなさい、 USB-C にかなり特化した話しちゃうんですけど、このところを見るとディスプレイ出力ができるっていうのはこう書いてあるんですね。で、充電が可能って書いてあることが結構大事だったりします。充電が可能って書いてあった場合はもう一緒に充電しながら画面に映すってことができます。なのでこういった場合ドッキングステーションとかいらないです。 C 使ってる方とかだったらこういったところにスペック選ぶときとかに見るといいかもしれないですね。給電ができるかっていうのを必ず確認してください。まあ、給電しなくていいんだったらそこはこだわらなくてもいいと思います。なので今このお兄さんがこうやってますけど、多分 C1 本でつながるものであれば、パソコンに1本だけ C で挿せば電源も充電されるし、ディスプレイも映るっていう感じの使い方ができますね。こんな感じですね。のこともできるんでかなりいいのかなという気がします。こんな感じですね。あのメーカーさんとどういうポートがあるかっていうのがちゃんと写真であると思うんで、これは多分チェックした方がいいかなと思います。あとちょっとこの写真を見せてるのにももう一個理由があってですね、ちょっと大きいところに行きましょうか。ディスプレイ選ぶときに気をつけてほしいのが、ディスプレイ自体が高さが昇降できる、あるいはチルトっていうんですかね、縦にしたりとかすることができるスタンドなのかどうかっていうのはチェックした方がいいかなと思います。なんでかっていうとですね、人間やっぱ身長とかが違ったりとかするので、必ずその固定された高さの目線がいいわけじゃやっぱないんですよ。これ昇降できないとずっと同じ位置になっちゃうので、例えば身長が高い人が高さ調整できないやつで低いやつ使っちゃうとずっとこう下に向く感じになっちゃうんですよね。逆に高いやつを買っちゃって身長が低いやつ使うとずっとこう見上げる感じになっちゃうんで疲れるんですよね。高さを昇降できるタイプであれば基本的にはそこをもう自由に変えられるので非常に使いやすいかなと思います。でうちの会社で置いてあるのは基本的にほとんどこういった高さが調整できるものしか買わないようにしています。どんな人が座っても自分の使いやすい高さに調整できるっていうのが重要かなと思ってるんで、私はもう何年も前からオフィスのその備品とかって選ぶのをやってるんですけど、その時とか必ず調整できるやつしてくださいっていう風に言って買っています。あともう一つがですね、高さ調整できるスタンドであればいいんですけど、そもそもスタンド自体を使わないっていう方法があります。モニターアームっていうやつを使うっていう場合はこのスタンド自体はこんなリッチなものじゃなくても良かったりします。デルさん純正のものもあるんですけれども、そういうものではなくてですね、一般的なこのデルさんじゃないメーカーのベサマウントっていうディスプレイアームっていうのが売っています。ディスプレイアームをつけることによって机に挟み込んでディスプレイを浮かせてやるみたいなことができるんですが、そういった風にすることによって、ちょっとここの写真ちょっとちっちゃくなっちゃうんですけど、大きくしますね。はい、例えばなんですけど、ちょっとデルさんのストアのページに1個あったんで、エルゴトロンさん、まあ、これ有名な会社さんなんですけど、こういった形でですね、テーブルに固定してですね、ディスプレイを浮かせて、いわゆる足をつけないでディスプレイを空中に浮かせて使うっていうことができるようになります。私これディスプレイはめっちゃおすすめしてるんですけど、これやるとテーブルにディスプレイを置く足がなくなるんで、テーブルめっちゃ広くなります。家で仕事するってもテーブル狭いんだよねって思ってるそこのあなた、これを買ったらめっちゃいいことになります。なのでもしディスプレイ買いたいんだけどどうしようかなって思ってる方はなんか買ってください。 Amazon とかでディスプレイアームとかで探せば結構いろいろ出てきます。それこそ5000円ぐらいから買うこともできます。私も今使ってるのは普通に5、6000円ぐらいで買ったやつなんですよね。なんでそれ普通に使えばいいと思います。でそこにディスプレイをネジでつけて止めるんですけど、そうすると空中に浮きます。なので左右の移動もできれば前後の移動もできるのでかなり便利ですね。こういったものを使うのがいいかなと思います。
一個これをお伝えしておきたいんですが、このいわゆるディスプレイアームっていうものが総称なんですけど、これは VESA かな、ベサっていう規格になっています。 100cm100cm ベサマウンティングインターフェースで100100とか7575とかってあって、これはあの幅のこと規格があるんですけど、基本的に大体ディスプレイ100100でいけますね。なので例えばなんですけど、ディスプレイのスタンドが昇降できるやつ、さっきのやつ上げたり下げたりとかできるやつとかだとちょっと高かったりとかするんですよね。なんで逆に例えば他社さんのメーカー、ここデルさんのページ見せてるんですけど、別の会社の名前言わないんですけど、ある会社さんとかだと1万円でフル HD で24インチぐらいかなで売ってたりとかして、でベサのネジの穴が開いてるものとかもあって、それとプラスでこのディスプレイアームとか例えば5000円で買うとかすると1万5000円で結構快適な環境が作れたりとかします。うちの会社にもあるメーカーさんディスプレイとその5000円ぐらいのディスプレイアームつけてある席が何個かあるんですよ。なんで結構お手軽にやることができます。なんで実際多分2万円ぐらいでそういったものができるんじゃないのかなという気がします。ぜひそのディスプレイ紹介してくれとかっていうのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると、そしたら次は安いディスプレイアームとあるメーカーさんのディスプレイの紹介もできればと思いますが、意外と身近なちょっとした工夫をするだけでテレワーク在宅のやつって快適になるので、ディスプレイをちょっと買ってみるっていうのと、いろいろこう注意して選んでもらえればすごい快適になりますし、アームとか使うともっと便利になると思うので、ちょっと検討していただけると、なんか私は別に売ってるわけじゃ全然ないし、別にデルさんからどうこうとかも全然ないんですけど、ちょっとデールさんが割と私の中で結構親しみが多いので、ちょっと今回紹介してますが、かなりいいんじゃないのかなと思います。最後にちょっとデルさんが好きな理由だけお話しすると、デルさんって結構前から縁が細いディスプレイをずっと出してるんですよ。これめっちゃ端っこの枠ってないんですよね。っていうのがあって、自分の家のディスプレイやっぱシュッとさせたかったんで、それもあってデルさんのディスプレイ使ってて、会社はまあそれが良かったんで、割とそういうの使ってるんですけど、一個デルさんの特徴かなと思いますね。といった感じで、今日ちょっと雑にこう、いわゆるパソコン用のディスプレイの選び方っていうのを紹介させていただきましたので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。というわけで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。